バイク止めると怖い。怖え。怖すぎる。こんにちは、お出かけポコです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今ですね、国道122号線を日光の方に向かっております。時間は朝の10時ぐらいですね。日光に向かう場合は朝の6時ぐらいにここの走ってるんですけど、今みたいに太陽が出てないんでめっちゃくちゃ寒いんですけど、今は幸せです。こんな遅い時間にですね、日光に行ったらね、今日は土曜日なんですよ。だからとんでもないことになりますので、日光といってもですね、前日光に行ってみたいと思います。ヘルメットもですね、新調したんですよ。 ATV150 のメットインに入るサイズじゃないとダメだったんで、どうしても安物イコールですね、風がスースー入り込んでですね、冬は寒いんですよ。で、僕冬は寒がり、夏は暑がりっていうとんでもない軟弱体質なんで、風の入り込まなくてお財布に優しいヘルメットないかなーって探してたら、HJC のヘルメットが安くて買いました。1万5000円ぐらいですね。ちょっとね、この赤い ADVD で、赤黒のラインが入っててかっこいいんですよ。でもね、普通の黒にすればよかったかな、派手すぎたかなとか思っちゃうんですよね。はい、日光の足尾町に入りました。群馬県の桐生市とその足尾をつなぐのにちょっと小さなトンネルがあるんですけど、今ねちょっと録画ボタンを押してなかったんですけど、少し凍結してるっぽいところが何箇所がありましたね。おととい日光の紅葉を撮りに、この国道122号線を、まあ、6時台に突っ走ってたわけですけど、日足トンネルっていうんですかね、日光と今度は足尾町を結ぶ、まあ、ちょっと長めのトンネル、その手前の電光掲示板にはもうすでにですね、凍結注意っていうのがもう光ってたんで、ちょっと怖かったですね。もうそういう時期なんですね。群馬っ子の山ツアーはそろそろ終わりが近づいてるっていう形ですね。群馬っ子じゃないな、群馬じじいだな。さあ、県道15号線に入ります。丸々線、何峠だったっけな。いやじじいね、もうすぐ忘れちゃうんですよ。丸々峠っていう道路を向かう道路ですね。お猿さんだ、お猿さんがいますね。これ以上近づくと逃げちゃうんで、お猿さん取れてますかね。お猿さんが際を歩いてます。まあ、足尾はねお猿さんすぐ見つけちゃうんですけどね。お猿さん、お猿さんいますよ。あ、餌をもらいに来たんかな。でね、今ここの、ね、道路はね、道幅もあっていいんですけど、だんだんとですね、まあ、国道になっていくんですよね。で、くな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 、55RR チャンネルさんに、なんかね、ドラゴンロード、いや違うな、なんだかね、かっこいい名前がついている道なんですよ。そう呼ばれてるみたいですね。上に登るごとにですね、林道みたいに道が狭くなっていくんですよ。まあ、林道と思えばいいんですけど、でね、林道とこの道の大きな違いというのはですね、ここは足尾の国道122号線と鹿沼市を結ぶから、
ある程度ね、車が走ってくるんですよね。ほら、来た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 、車が。だから、林道はね、そんなに走ってこないんですよ。でも、ここ、車が普通に走ってくるからね、そっちに気使うからね、疲れちゃうんですよね。だから僕、ちょっとこの道苦手なんですよ。これ、カーブナンバーいくつだって、カーブ結構あるんですよね。これ、くね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 してて。そういえばですね、3日ぐらい前にですね、某テレビ局さんからですね、出演依頼っていうのが来まして、はっと思ったんですけど、深夜番組かなと思ったんですよ。そしたらですね、夜の7時から9時までのね、特別番組みたいで、バラエティ系の、そこに出演お願いしますとか、いう依頼だったんですけど、やっぱりじじい恥ずかしいんで、お断りをさせていただきました。でもね、実はね、僕出たことがありまして、上位入賞しました。まあ、その時はね、顔をさらしてるんですけど、やっぱりね、その時もやっぱり後々いろいろね、面倒くさくなったんで、パスね。ブログで自宅で温泉気分ができるっていうですね、ジャバーってお湯が出てくる部分があるじゃないですか。あれをですね、灯油を入れる給油ポンプとですね、ダイソーの100円グッズを使ってですね、作ったんですけど、それを、紹介させてくださいっていう形で、あと、制作者の方も、一緒にご出演お願いしますっていう依頼だったんですけどね、11月の13だっけな、17だっけな、出演断ってるから、制作したものがね、紹介されるかどうかはもう定かではないんですけど、今で標高が900ぐらいになってくると、まあ、かなりいい色になってますね、今日時点では。車が来なかったら楽しいんだけどな、車がいつ来るか分かんないから怖いんすよね。今日はこの道を走って前日光線が走れれば前日光線で古峰神社行って県道58号線で前日光を行って、でまたこの道で走って122号線でまたお家に帰るっていうルートなんですけど、車が来る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 。はい、頂上ですね。左が小部ヶ原前日光です。で、まっすぐ行くと鹿沼市の方に行きますけど、僕ちょっと林道前日光線を走りたいって言います。これで林道前日光線がまだ通行止めだったらショック死しちゃいそうだな。あ、ちょっと来てる。うっしゅ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 。やっぱり人気なのかな、この道路は。まあ結構険しい峠道ですわな、これ。ほんとくね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 してるな。やっとカーブナンバー8番ですよ。長いわ。ああ、長い。長い。まあでもバイクが走ってるからやっぱり人気なんだろうな、この峠道は。いやー、やっと4番。あともうちょっとだ。車が来る。喋ると曇る。ああ、1番も今終わりました。丸々峠が終わりました。はあ、やっと道が広い。ほっとしますね。とりあえず自宅からずーっと走り続けてるから、山の神ドライブインで、プチ休憩しよう。さあ、林道前日光線に入りまーす。今ですね、そこの山の神ドライブインのところで、まあ僕と同い年の人が自転車でここまで上がってて、いろいろね、お話をしてたんですけど、今日は林道前に日光線走りに来たんですよって言ったら、急
気をつけてくださいね、クマ。今年なんかね、この、まあ、この林道前日光線、このまま真っ直ぐ行くと、古峰神社の前に出るんですけど、古峰神社の大きな駐車場に、ドクターヘリが止まってて、あれどうしたのって言ったら、なんかクマに襲われてみたいっすよっていうのがあったそうなんですよ。怖いっすね。自転車の方が前林道前日光線走ってたら道に大きなうんちが落ちてて、もう明らかにクマさんだねっていうのでちょっとビビったって言ってましたけど、いやーいるんですよね。問題はですね、このすごい大岩のところで、写真なりいろいろ撮りたいんですけど怖えーなードクターヘリか、クマに襲われて、それ聞くと怖いなぁ。バイク降りれるかなぁ。おえぇ、ー、まあ一応、火薬銃は持ってきたんですけどね。ああ、大岩来ましたね。俺が見たかったんですよ。大岩のゾーンが始まりましたね。すんごいなぁ。もう岩が、すんげぇよなぁ、ここ。なかなかこの道路じゃないと見られない絶景ですよね。この岩ゴロゴロは。いけるかな、ここ。見てくださいよ、このでかい岩。写真撮りたいけどな。クマさんがいると怖いんだよな。ねえ、クマさんがね、この岩の後ろに隠れてたりしても怖いからな。バイク止めると怖い。すごいですよ、ここ本当に。こんな岩だらけのとこに道があるんですから。怖いなぁ。怖い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 。すんごい左はもう岩だらけ、ゴロゴロしてて、もう見てくださいよこの岩、もうすごいでしょここ。下もね岩があって、よくこんなとこ道作りましたよ。すんごいですよ本当に。なかなかないですよこれ、離島走っててもこの景色は。びっくりレベルの岩だらけ。なんでこんなに岩が多いんだろう。ブラタモリのタモリさんに解明してほしいな。いやー絶景だなこの岩の。あー終わりだな。はい、道がだんだんと広がってくると思いますよ。もうこれ古峰神社までね、もうこういういい道なんで、半分林道っぽい林道で、林道とは思えない林道が半分くらいという。林道前日光線はいいな。岩の絶景が楽しめて、地のいい林道も楽しめるから。うわー、すんげー気持ちよさそうな道。いやおー、でも気持ちいいな。すごい長い直線。いいねー。林道とは思えないねー、ここは。このトンネルをくぐると、目の前が古峰神社でーす。うわ、すぎる。めっちゃおる、今日。めっちゃいるんですけど。この県道58号は僕大好きな道路なんですよね。この道もヘアピン多いっすね。くね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 して、もうヘアピンがずーっと上まで続いてますよ。いいねこの道路は。気持ちいい。ヘアピンの間隔が広か坂よりも直線が短いような気がする。でも気持ちいいなここ。紅葉が終わっている。紅葉を妄想しながら走る通勤ですね。横根高原っていうところ行ってみましょうね。歩かないで前日光のところ行ってみます。ほぼ3時に近いんですよね。にゃんちゃんにはちょっとかわいそうで、も多分昼寝してるから、最近ね昼飯食わないんですよね。その代わり夜は活発ですよ。夜は構わないとね、足かんできますからね。構えって。
うん、まあまあでもいい景色かもしんないですね。さすがに3時ですからもう全然いませんね。じゃあここでよいしょ到着。やっぱり太陽が出ると紅葉が映えますね。これが前日光の紅葉の状態です。まあ、横根高原っていうんですか、そこの部分ですね。本来はですね、ここを歩いて、紅葉の散歩をするところなんですけど、気力も体力もないんで駐車場から景色を眺めるだけにさせていただきたいと思います。もうね、夕方の3時なんですよ。夕方の3時ですから、まあ、ほとんど人はいないですね。うどんそばのね食堂もあるし、ここ牧場もあるからソフトクリームもあるんですよね。県道58号線に出ました。お、すごいな、ミニクーパー祭りだな。すんげえな。はい、出ました。ここでですね一周終わりましたね。ここ左に行って前日光線に乗りましたから、さあこの道路で足尾の方に下りましょう。10キロですね、こっからね。もうあとですね、国道122号線に出て、それで、帰りたいと思います。今日もね長い間本当最後まで見ていただいてありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。